このクラブを必ず J1 に昇格させる、今までたどり着いたことのないステージに必ず、チームを昇華させる。おととい開かれたファジアーノ岡山の新加入会見、木山隆新監督や津山市出身の高卒ルーキー佐野光大選手ら新加入の選手が出席しました。地元岡山なので、シティライトでファジアーノ岡山がプレーしているのを見てたりとか、まあ、そういう憧れはあったので、まあ、あの憧れの選手になるためにっていうのを抱きながら、まあ、一日一日練習してきたので。新型コロナの影響で出席できなかった外国人選手3人を含め、今シーズンは10人もの新戦力を迎えました。外国籍の選手が、非常にこれまでの歴史の中では、まあ、多い。まずはあの彼らが全員揃うことを含めて、揃った時にはあの強力なメンバーで戦っていけるというふうに思っています。ゲット宮君ナイス。会見の翌日、木山体制での初練習は外国人を除く24人の選手がランニング中心のメニューで汗を流しました。 J1 清水で通算200試合以上に出場したミッドフィルダー河合陽介や、昨シーズン J2 栃木でディフェンダーながら8得点を記録した柳安孝ら新加入組も和やかなムードで初日を終えました。新しい場所で新たなスタートを切れる喜びというかワクワク感を感じてたし、まあ、実際にやってみてすごく楽しかったので、あのこれからどんどんみんなとあの打ち解けて、あのいい練習から試合に向けてやっていければなとは思います。ご自身 あのどういうところに注目してほしいというのを改めて、ね、あのまずはあの笑顔がキュートなところであのそこは打ってるんで。ファジアーノは来月19日か20日にホームで開幕戦を戦う予定です。